ふれあい広場西ゲート、ポケモンと楽しくお散歩。ピカチュウじゃない？ピカチュウ、ピカチュウ、かわいい。このふれあい広場ではあなたのかわいいポケモンと一緒にお散歩できますよ。どのポケモンちゃんと一緒にお散歩しますか？なんで参加できないんだ、こんなのってないじゃん。なんで参加できないんだよ、こんなのっておかしいだろう。エース、それではエースちゃんとの二人っきりの時間をお楽しみくださいね。え、すごい、え、すごいすごいすごい、え、めちゃめちゃ可愛いじゃん。ピカチュウ、ピカチュウ、え、かわいい。もうこいつけなげ、超ついてくる。そうなの、地面の状況確かめてんの。え、赤ちゃんいる、赤ちゃん。私毎日ここにピンプクと来てるの。ここなら思いっきりのびのびと散歩させられるもん。そうなんだ、たまらん、ピカチュウがたまらん。前を行く僕、追いかけてくるピカチュウ、あはは。まあね、別にそんなことスバルは思ってないけどさ。あー、ピッピもいる。たまにね、ポケモンに話しかけると何か持ってる時があるよ。何持ってんの？ふれあい広場では R スティックでカメラを動かして連れているポケモンを自由に観察できます。すごい、え、すごい、え、神ゲーじゃん。なんでビーダルはこれができないの？すごい、かわいいね。つばさ広げてった、楽しいね、お散歩。スバルももうニコニコだよ。スバルにちゃって笑うってどうやって笑うんだろうってずっと思ってたけど、こういうことか。おや、お客様、先ほどお散歩していたポケモンちゃんが外に出たがっているようですね。ポケモンちゃんにそのように思わせるトレーナーって本当に特別なんです。これからは広場以外でもポケモンちゃんを外に出してあげるときっと喜ぶと思いますのよ。どうやって出すの？あー、すごい。え、待って、ビーダルいけんの？一緒に歩く、これジャスティンと一緒に歩きます。すごい、でっけー、人ぐらいある、かわいい。いや、座り方それなんや。ジャスティン、よかったね、お前。メタボって言うな、メタボって、ジャスティンのこと。おっさんじゃないから。